一番涼しい靴下はどれだ？ワークマン、快適ソックス決定戦。はい、今回の動画はですね、一番涼しい靴下はどれだ？ワークマン、快適ソックス決定戦と称して、この4つの靴下の比較を徹底追求したいと思います。はい、これから秋のレジャーですね、スポーツだったり登山だったり、まあ、アウトドアですね、される方、やっぱり靴下の中の蒸れですね、涼しさ、通気性気になると思います。今回ですね、まずこの携帯扇風機を使って、10秒当ててみてですね、通気性テスト、この4つを比較してみました。はい、エントリーナンバー1、ドライメッシュネオショートです。やっぱり折りがメッシュっていうだけあって通気性ありますね。はい、エントリーナンバー2、竹の靴下です。先ほどのドライメッシュネオに比べるとちょっと通気性落ちますね。まあ今後のちょっと着用感、肌触りに期待です。はい、エントリーナンバー3、ペーパードライショートソックス、話題の和紙のソックスですね。こちらはですね、場所によって折りのところ、つま先あたりはですね、すっごい涼しいです。エントリーナンバー4、ハイカーメリノです。まあ、登山される方にはメリノですね、すごく好まれてるんですけど、通気性の部分に考えるとちょっと和紙のに少し遅れるかもしれないですね。はい、続いてですね、統一性のテストです。スポーツされる方、ウォーキングされる方、靴の中汗かくと思います。その時にですね、汗で靴の中が蒸れた時にどれだけ湿気を逃がすかっていうのを実際歩いてみて、この4種比較してみました。はい、もうテストはもう単純です。もう靴を履いてですね、一旦30分歩いてみて、どれだけ蒸れるかっていう形で、一回試してみました。まずドライメッシュネオショート、こちらですね、運動した後ですね、やっぱりちょっとやっぱコットンなので、ちょっと蒸れが気になります。ただしユニクロ GU 無印さんとかとやっぱり同じ価格帯なんでですね、コスパで買うっていうのは全然ありかなと思いました。はい、続いて竹の靴下です。靴の中ですね、蒸れはそこまで感じませんでした。シルクみたいなですね、まあ肌触りで、まあ質感と抑えめの配色なんで、まあビジネス用途にはありですね。まあ話題の和紙の靴下ですね、こちらですね、やっぱ蒸れの抜けがすごくいいです。ただ足の土踏まずをですね、結構しっかりホールドしている形の作りなので、まあ苦手な人はいるかもしれませんね。まあ自分的には一番いいです。ただまあ和紙混紡っていうことなので、ちょっと耐久性が気になるところですね。はい、まあ登山好き、まあ、UL ハイカーとかの方にはもう定番のメリノ素材です。まあこの中で1足あたりの単価が一番高いですね。こちらですね、やっぱ蒸れなくて快適です。これもまあ耐久性ですね、いろんな人からやっぱりメリノ支持されてるんで、こちらも期待できそうです。はい、まとめです。ちょっと独断と偏見によるちょっとランキングなんですけど、現在ですね、現在の一応インプレッションでやっぱり和紙ソックス、ペーパードライですね、続いてメリノ、すごい良かったですね、やっぱりね、王者の素材です。で続いて、やっぱ竹の靴下ですね、こちらビジネス用途的に上になりますかね。でその後、ドライメッシュネオっていう格付けになります。まあ、ご参考になったら幸いです。はい、今回のですね、まあ快適ソックス決定戦ということで、あくまで現時点のですね、ランキングという形にさせていただきました。今後はちょっと履いていってですね、耐久性テストなんかも行っていきたいと思います。こちらの、まあ、独断と偏見によるレビュー、参考になりましたらチャンネル登録お願いします。